はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、体に毒素が溜まっている人の特徴ということですね、お届けしていきたいと思うんですけども、対策ももちろんですね、最後にお伝えしていきたいと思いますんで、体が気になる方はですね、ぜひね、最後まで見ていただけたらと思います。はい、ではですね、早速やっていきたいと思うんですけども、まずですね、そもそも体のその毒素ってなんだっていうことなんですけども、これはですね、日常的に摂取される食品などに入っている添加物や脂質がですね、体内に蓄積されて溜まっていることが、毒素だと言われているんですね。その体に溜まっている毒素の種類としてはですね、その食品に含まれている添加物ですね、保存料、人工甘味料、着色料、乳化剤、残留農薬とか言われるんですね。あとはですね、水道水に含まれている鉛、発がん性物質のトリハロメタンとかですね、そういうものもありますし、空気中だったらですね、雨に含まれる大気汚染物質で、車の排気ガス、タバコの煙、口から摂取するものもあれば、空気に漂っているものなどね、たくさんあるんですよね。意外にですね、毒素が溜まっているってことはあまり気づかれない方もおられると思うんですけども、結構ね、自分の体にはですね、そういう毒素が溜まっていることをですね、ちょっと理解していただけたらと思うんですけども、これがですね、体内に、溜まっている毒素をですね、放っていくとですね、さまざまな不調があるんですよね。例えばですね、腸内環境が乱れるということですね。腸内環境が乱れることによってですね、便秘になりやすくなったりとか、代謝が落ちてしまうことによってシミや肌荒れですね、そういうもののトラブルが起きていくということなんですけども、その他はですね、むくみや冷え症の原因になるということなんですけども、そういうのを放置していくと、どんどん次、内臓器官が悪くなってきたりとか、体の筋肉が硬くなって凝ってきたりとかですね、体の調子も崩してしまうということなんで、こういったことはですね、定期的にこう毒素をこう排出するっていうですね、対策も必要かなと僕は思うんですよね。そしてですね、体の毒素をですね、排出する割合というのはですね、便が 75% で、おしっこが 20%、 汗が 3%、爪が 1%、 髪の毛が 1% って言われてるんで、汗と、ね、一緒に、ね、排出される毒素はたったの 3% しかないんですね。ということはですね、運行をしっかりしておけばですね、毒素は排出されるっていうことなんですよ。このね、トイレということはですね、運行をしっかりしておけば毒素は排出されるっていうことなんですね。その便からですね、排出される老廃物っていうのはですね、有害ミネラル、鉛、カドニウム、水銀、ヒ素ですね、そういうものが一緒に排出されますし、尿、おしっこからだったらですね、有害ミネラル、過剰な水溶性ビタミン、老廃物、食品添加物なども排出されます。なのでですね、うんことおしっこはめちゃめちゃ重要なんですよね。だからこの2つをですね、しっかり排出することによって、この有害物質ですね、毒素を排出することっていうのはですね、非常に重要なんですよ。その体外に排出させるためにですね、このリンパの流れを促してですね、体の不要になった老廃物を流すっていうことが非常に大事なんですね。まあ、このね、老廃物を流す下水道のような働きもしてるんでね、このリンパ管であったりとかリンパを流すっていうのも非常に重要なんで、簡単な方法なんですけども、お届けしたいと思います。で、この首の付け根から肩に向かって押していく、首の付け根から肩に向かって押し流し、こういう感じでさすっていく感じですね。あとは膝裏から太ももに向かって軽くさするような感じとか、体の末端から中心に向かうようにこうマッサージしていくっていうこともね、おすすめなんですけども、またですね、これはですね、炭酸生態チャンネルの方でですね、また後日配信していこうと思うんで、また参考にしてほしいと思うんですけども、まあ、そういった形でですね、自分のセルフケアとしてもですね、リンパを流す、これ老廃物を流す、毒素が流れるっていうことをですね、ちょっと理解していただけだと思います。最後にですね、毒素を排出するための食材をですね、お伝えしていきたいと思うんですけども、これ実は3つあるんですね、種類が。で、体内の有害物質を包み込んで吸収させなくなる食材と、有害物質を無毒化にする助けをする食材と、有害物質のですね、体外への排出を促す食材、この3種類があるんですけども、まずは1つ目からですね、体内に有害物質を包み込んで吸収させなくなる食材ということで、ニラ、玉ねぎ、ニンニク、こういうものをですね、摂取していただけたらと思います。で、2つ目がですね、有機物質を無毒化をする助けをする食材ということで、ブロッコリーやカリフラワー、大根ですね、
そういうものを食べるとおすすめです。で3つ目ですね、有害物質の体外への排出を促す食材、リンゴやごぼう、キノコ類、海藻類ですね、そういうものを、ね、食べるとですね、この毒素を無効化にしたりとか体外排出を促す食材になってますんで、こういうものもですね積極的に食べていただけるとですね、この体の毒素がですね体外から排出されていきますんで、体調も整ってきますんで、ぜひ、ね、参考にしていただけたらと思います。あとはですね、水分をたくさん取ることによってですね、利尿を促すっていうこともですね、こう定期的にやっていただくっていうことでですね、毒素をですね、体から排出させるデトックスの日をですね、決めてしっかりですね、水を飲んだりとか、先ほどの食材を積極に食べるとかですね、そういった方法でですね、定期的に体の毒素をね、溜めないようにしてほしいと思います。はい、これでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったら、いいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、単なるセルフケアだけお届けするのではなくて、老化予防や美容に関するアイデアとかヒントをですねお届けしております。その中でもですね、こちらの炭酸生態スプレーを使ったですね、セルフケアをお届けしているんですけども、僕の施術理論にもあるんですね、血液循環を良くするっていうところがですね、最大のポイントとなっております。血液循環が良くなれば痛みが取れたり、シミが消えたり、たるみが消えたりとですね、血液循環を良くするとですね、ほとんどの症状が解消すると思っております。またですね、こちらの炭酸生態スプレーをですね、使われてない方はぜひ一度試してほしいと思うんですけども、たくさんの方がですね、使っていただいて本当にありがとうございます。これからもですね、楽しんで学べるような動画を配信していきたいと思いますので、ぜひよかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またですね、僕の LINE 公式アカウントの方でもですね、質問であったりとか相談を受けたまってますので、ぜひ一度そちらの方もですね、登録してみてください。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。